これが日本の小学生の姿だと？皆さんは今まで命の危険を感じるような状況に立たされたことはありますか？緊急事態を目の当たりにすると冷静な判断を失ってしまうという人もいるかもしれません。私は間違いなくそのタイプっすね。今回は日本で実際に起きたまさに最悪の緊急事態ともいえる沈没事故についてご紹介します。事故が起きた船には修学旅行中の小学6年生の児童たちと校長、そして乗組員やバスガイドさんが乗っていました。総勢62名もの人が乗っていた船が沈没したということで大きな騒ぎになりましたけど、なんと全員無事で救助されるという奇跡の救出劇が繰り広げられました。この大事故で一人も犠牲者が出なかったなんてとても驚きっすよね。この事件にとある中国の青年も同じ疑問を持ち、そしてこの件について調べた結果大切なことを学んだそうです。またこの船に居合わせた子どもたちのある姿に世界から驚きと称賛の声が集まったようで、一体この船の中で何が起きたのか、そしてどうして一人も犠牲者を出さずに済んだのか、また世界から称賛された子どもたちの姿とは、そんなテーマでお話ししていきます。それでは行ってみましょう。僕の名前はジュンシー、中国に住んでいる高校生だ。僕が住む地域は漁業が盛んで、すぐ近くに漁港があるんだ。もちろん父ちゃんの仕事も漁師だよ。で、僕自身も海が大好きで、時間があれば浜辺に行っては釣りをしている。小さい頃から親しんでいる大好きな海。だけど、そこには当然危険もいっぱいあるよね。一見穏やかに見える海も、時には突然牙を剥いて人に襲ってくることもある。晴れている日だって何が起こるかわからない。残念ながら僕の住んでいる村でも海で命を落としてしまう人が数年に一人はいるんだ。僕は父ちゃんのことが大好きだから、いつも寮から無事に帰ってこれるようにってお祈りしているよ。ある日そんな海の事故の話をうちの母ちゃんと話しているうちに、僕の頭の中にある疑問が浮かび上がってきたんだ。そういえば同じ水難事故にあっても助かる人とそうじゃない人がいるよな。その人たちの運命を分けた要因って何なんだろう。助かった人はたまたま運が良かっただけなのかなってね。もし運とは違う何か大きな要因があるんだったら、僕も将来のために知っておきたいなって思った。そこで僕は水難事故について調べ始めたんだ。その中で知ったのが日本で起きたある水難事故だ。その事故とは2020年11月19日に起きた小型船シュリンプオブアートの沈没事故。なんとこの事故では深刻な被害に遭ったにもかかわらず、そこに乗っていた日本人全員が無事に助かったという奇跡の救出劇が起きたそうだ。僕の村で起きた沈没事故で全員助かったなんて奇跡的な話は聞いたことがない。果たして本当の話なんだろうか。僕はこの事故に強い興味が湧いた。事故のことを調べていって、さらに僕を驚かせたのは、乗船していた人のうちほとんどが小学生だったっていうこと。一体どうやってこの子たちは助かったんだろう。僕はその事故についてさらに詳細に調べ始めた。その中で分かってきたのは、僕の想像をはるかに上回る事実の数々だった。具体的には子供たちの冷静な対応や船長や先生の的確な判断や指示、日本人の子供は本当に優秀だと声に出すほど驚いたよ。またその事故に対する世界からの反応も称賛にあふれていた。この救出劇は今後自分が災害に遭った時に大いに役立つだろうから、詳しく教えてあげるよ。事故が起きたのは日本の香川県の吉間北沖というところらしい。2020年11月の秋頃、小学生の修学旅行の2日目に異変が起きたんだ。小学生たちが乗っていた船が暗礁に衝突し、浅瀬に乗り上げた船が沈み始めたらしい。船長はこの事態を受けてすぐに、漂流物に衝突して船が浸水していると海上保安庁に118番通報。すぐに船長や先生は児童らに救命胴衣をつけるよう指示し、児童らは順番に海に飛び込んだ。結果近くにいて
救護に向かった漁船の乗組員に助けられたそうなんだ。そして船に乗っていた修学旅行中の小学6年生52人と教員5人、ガイドさんを合わせた62人全員無事帰還できたっていうんだから、ほんとすごい話だよ。現場は瀬戸大橋のすぐ近く、海水温は19度と平年並みとはいえ、それでも冷たい海の中、児童2人とバスガイドさん1人が低体温症になってしまったそうだ。ちなみに人の生死を分ける海水の温度は17度と言われているから、誰も命を落とさなかったというのは運に恵まれたと言ってもいいかもしれないね。ここまでの話だけを聞くと、たまたま海水温が高かったからとか、早くに救助されたおかげなんじゃないかというように、単に運が良かっただけだと思う人もいるよね。僕も同じ考えを持ってたよ。だけど事故を詳細に調べていくうちに、その救出劇には驚くべき事実が隠されていたことを知ったんだ。事故に遭った船に乗船していた校長先生の当時のインタビューには、事故の事細かな内容が書かれている。事故が起きた時の描写はこうだ。突然船体後部からドンという音と、本船全体に振動があって、多くの子供たちが驚きもあり声を上げた。この時ざわつく船内を見た校長先生や他の教員たちが、まず子供たちに大丈夫、落ち着いてと声をかけ、子供たちの不安を和らげようとしてくれたそうだ。その後乗組員から救命胴衣をつけるように指示があったらしいんだけど、エンジン音がうるさくて子供たち全員に指示が行き渡らない。そこで校長や先生は手分けして子供たちに救命胴衣をつけるように指示したそうだ。救命胴衣は人数分きちんと用意されていて、すぐに着用できるようにそれぞれの足元に収納されていたんだって。この危機管理の徹底もすごいなって思ったよ。そして子供たちはお互いに協力し合いながら素早く救命胴衣を装着したそうだ。まだ小学生の子供がこんなに迅速に対応できるなんて、僕は信じられなかったよ。子供たち全員が救命胴衣をつけている間に、船はエンジンが停止、客室内は突然静まり返ったという。その静けさがより一層恐怖を助長させただろうね。僕だって怖い。しかも同時に船内への浸水が始まったらしい。校長はこの時、初めはそこまで深刻なものと受け止めていなかったと話している。しかしすぐに足元1から2センチぐらい浸水している状況を見て、これは急を要する事態だと判断したんだって。足元から徐々に水が迫ってきている状況を見たら、きっと子供たちも恐怖に怯えていたはずだ。僕ならパニックを起こしていたに違いない。でも校長はそんな状況にもかかわらずすごく冷静だった。すぐに子供たちに前方からデッキに出るように指示。デッキはみんなが出られるほどスペースに余裕がないということがわかると、すぐに船の屋根に登るよう指示したそうだ。当然体力がなく屋根になかなか登れないという子供もいた。すると先生は体力のある子を先に屋根に上げ、その子らにみんなを引き上げるように指示したんだ。このようにみんなが協力し合ったことで船の屋根に登ることができて、水に浸かる時間を少しでも短くすることができたんだ。この校長先生の的確な判断に僕は心から感心したよ。だけどなんで災害のプロフェッショナルでもない一般の先生たちにこんな的確な指示ができたんだろう。校長はこの誰もが経験したことがない緊急事態の中、ある言葉が脳裏に浮かんだと言っている。それは次を考えるという言葉。この言葉はアメリカで実際に起きた飛行機事故をもとに制作されたハドソン川の奇跡という映画の中で、航空機を操縦していた機長のチェスリー・サレンバーガー氏の、人為的なミスを探すのなら人的要因を考慮しなければならない、誰も経験していない初めての経験だからこそ分析し決断を下す時間が必要である、というセリフが脳裏に残っていたことがきっかけで浮かび上がってきたそうだ。そして校長は子供たちを避難させる傍ら、関係者への連絡も怠らなかった。携帯を使って学校に連絡、船に起こった状況や今後連絡が取りにくくなるということを伝えたという。電話を受け取った人は背筋が凍るような思いだっただろうね。その後子供たちは救助を待ちながら船の屋根で待機、
なるべく船を水平に保てるように場所を移動しながら待っていたという。その間も不安に怯える友人たちをお互い励まし合い、大丈夫、頑張れと声を掛け合っていたそうだ。クラスメイトの絆の強さがよくわかるエピソードだよね。船長や乗組員は船が沈むのを少しでも遅くしようと装備していた救命浮器を準備し、両舷と後方にある出入り口の扉を閉じた。そして船長は船が間もなく沈没するといった状況を察し、大丈夫な子は海へ入り船から離れてと指示を出したそうだ。中には海に入るのを怖がる子もいた。そんな子に向かって、大丈夫、僕が先に入るから君もできるなどと声をかけ励まし合い、順番に海に入っていったという。なんて思いやりのある子供たちだろう。僕は日本の子供たちは本当に勇敢だと思った。だけどやっぱりどうしても怖くて中に入れない子供もいた。そんな子供たちには校長が声をかけ、沈みかけている船の上で救助を待ったそうだ。救助に駆けつけた人の話では、到着した頃には船体のほとんどは沈没してしまっていて、一部がわずかに海面から出ている状態だったそう。これは後で分かったことなんだけど、実は船が沈み始めてから浸水するまでたった30分しかなかったそうなんだ。船の上で助けを待っている子供も、海水の冷たさに耐えている子供たちも、この30分は永遠とも思えるぐらい長い時間に感じただろう。救助が到着した時は神に救われたような思いだったろうね。で、この救助に駆けつけた人たちもまた素晴らしいんだ。救助船の船長は必死に泳ぐ子供たちに向かって、大丈夫や、絶対に助けるから順番に泳いでこいと励ましたという。そんな船長の励ましの甲斐もあり、海の中へ入るのを怖がった子供たちも含め、すべての子供たちが救助船にたどり着くことができた。また子供たちを助けるために救助船の船長も自ら海に飛び込みサポートしたそうだ。子供たちの中には震えている子もいたけど、人を押しのけることもなく立派だったと救助に当たった人は語っている。それにしても刻一刻と状況が悪化していく中、どうして子供たちや先生たちはこんなにも冷静でいられたんだろう。そしてこの日本人の団結力や絆って一体どこから生まれてくるんだろう。その疑問は日本の教育について調べることで一気に解けたんだ。実はこの小学校修学旅行の2週間前ぐらいに、子供たちは香川県シェイクアウトという地震発生時を想定した訓練に参加していたんだ。その時消防隊員の迅速で的確な行動を目の当たりにしていたのもいい経験になったようだ。また修学旅行の1年前には水泳の授業でライフジャケットを着用して泳ぐ練習、さらに救命胴衣をつけてカヌーに乗る校外学習なども行われていたらしい。災害や事故に備えてここまで事前に準備がされていたなんて、中国ではとても信じられないことだ。あらかじめいろんな出来事を想定して経験していたことが子供たちに勇気を与えてくれたんだなと、僕は心の底から腑に落ちたよ。ちなみに中国にはそもそも日本のような水泳の授業自体がない。もし突然のアクシデントが起きて、救命胴衣やライフジャケットを今すぐ着ろなんて言われても、中国の子供たちはきっとみんな手間取ってなかなか装着できないんじゃないかと思うよ。それに中国じゃ日本みたいな体育の授業での団体行動なんかも学ばないから、きっと日本人みたいな団結力もないだろう。友達の救命胴衣の着用を手伝ってあげたりなんてことは中国人の間では起こらないかもしれないな。ちなみにこの事故に対して世界からも驚きの声が多数上がっていたんだ。その声をいくつか紹介してみよう。船長や先生の対応も素晴らしかったけど、何よりも恐怖を克服して海に飛び込んだ子供たちに拍手喝采だよ。まだ小学生なのにパニックにならず指示に従っていたというのも素晴らしい。日本の教育のレベルの高さがよくわかるね。日本のようにもしかしたらという事故に備えて水泳の授業を普段から教えていくというのは本当に大事なことなんだね。日本の災害に対する対応力は絶対に見習った方がいい。
災害が多い国で暮らすのは大変かもしれないが、一方でいざ災害に直面した時に落ち着いて素早い行動ができるというメリットもあるよね。なるほど、船長さえまともならこれだけの命が助かるということか。こんな感じで日本の教育を称賛する声がとても多かった。これについては僕も同感だ。だけど中には渓谷で起きたセウォル号の悲劇を思い出している人もいたようで、僕は少し心が痛んだよ。もしセウォル号の船長が日本人だったら、結果はまるで違っていたかもしれないなんて意見もあった。ところで僕の母国である中国でも、この日本で起きた沈没事故は大きな話題になったらしい。例えばポータルサイト100度では、この3つの点は学ぶに値するとして、事故が最小限に済んだ理由について取り上げていた。この100度の考察は僕にとっても納得のいく内容だった。まず記事はこの事故が大惨事に至らなかった理由の一つ目として、防災訓練がしっかりと行われているという点を指摘。日本では毎年9月1日の防災の日に様々な防災訓練が行われている。その内容も地震や火災、水難事故などいろいろな局面を想定してしっかりと行われているというから驚きだよ。日頃から災害を想定した訓練が行われているからこそ、いざという時に冷静な判断ができるというわけだね。2つ目は小学校教育において日頃から丈夫な体づくりを目指しているという点。日本では体育の授業にも力を入れており、運動会やマラソン大会、遠足など体力づくりを目的とした活動が頻繁に行われているんだそうだ。また中学校ではほぼ全員が部活に入るのが当たり前で、それ以外にも空手やダンス教室などに通う子も多く、丈夫な体を作るための環境が整っているんだって。中国では勉強さえできれば OK なんだけど、日本の学校では勉強以外でもいろんな面が評価されるようだね。そして記事は3つ目の理由として、日本の小学校では集団行動や協力に関する教育が実施されているということを挙げている。日本の運動会にはその教育方針が顕著に表れているとのことだ。日本の運動会で行われる競技のほとんどはチームワークを必要とする団体競技なんだって。小さな頃から集団意識を持ち、互いに協力して同じ目標を目指すという環境が出来上がっているらしい。以上が記事の内容だ。今回紹介した沈没事故が大惨事に至らなかったのにはこんな理由があったんだね。その記事は、時として我々にとって確かに学ぶべき点があるということを認めざるを得ないという言葉で締めくくられていた。この記事を読んだ中国国内の人も、日本はすごすぎる、中国の子供はこんな状況を目の前にしたら恐怖で固まり何もできなくなると思う、中国の教育も日本を見習うべきだ、これに関しては家庭で教えるには限界がある、勉強だけではなくこういうこともきちんと教えるべきだ、日本の学校はこんなすごい教育をしているのか、感動して目頭が熱くなってきたよ。緊急時にこそその国の国民性が見えてくるんだよね。できれば自分の子も日本に留学させたいよ。日本の子供はみんなある程度泳げるんだ、それってすごいことだよ。オリンピックで取る金メダルの数も大事かもしれないけど、本当に大事なのはこういうことだよね。などなど、日本の教育を称賛しているコメントがいくつもあった。僕もこのコメントをしていた人たちと同じような気持ちだよ。母国中国ももう少し勉強以外のことにも目を向けてくれないかななんて思った。いざという時のために普段からの準備がいかに大事かということを、この事故や日本の教育が教えてくれたよ。いかがでしたか？私たちが普段から当たり前のように行っている防災訓練や運動会、そして体育の授業などは、世界から見たらとても珍しく貴重な体験だったんすね。日本は災害の多い国ですけど、その環境に負けず、チームワークと防災意識を高め続けた結果、今の災害に強い日本が生まれたと思います。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございましたっす。じゃーん。